そうです、びっくりしました。今日はですね、ヤガジンガラに来てもらいました。よろしくお願いします。宇賀神アナのお仕事の日と休みの日の一日のスケジュール書いてきてもらいました。はい、いただきました。じゃあまずは、はい、お仕事の日から、じゃあ仕事の日、はい、まず1時半に起きます。タイムがある日の場合ですね、はい、お仕事で、はい、熱いシャワーで強制的にこう目覚めさせて熱いシャワーと熱い湯船に入ってこう、うわーってこう結構よくして、朝から湯船入るんですか？朝から湯船、おわ、湯船が大好きで、夜も入るんですけど朝も入る。そうなんだ。何時に行ってるの？お家を2時、2時に出て、え、待って、30分で支度するの？30分で支度します。結構すごくない？すごいですね、湯船使って30分で。湯船一瞬です、だから一瞬2時半からメイクなんですよね、うんうん、メイクして打ち合わせとかもやって、5時50分からオンエアということですね、うん、はい、なんでオンエア前の準備の時間ってあんなあっという間に過ぎていくんですかね。本当にね、ニュースの下読みとかももっと読みたい、うん、これ読んでないっていうのありながら原稿の束持ってこうスタジオへみたいになるじゃないですか。皆さんすごいなって思って。いやいや、大丈夫、すごいですよ。本当に私の最近のテーマはもうみんな頑張ってるなんです。自分で自分を褒めていこうっていう。何、かわいいね、天使みたいなこと言って。最近も安住さんがこう階段から落ちたりとかいろいろあったんですけど、午前6時ですね、グランドオープニング一番最初の、一番最初の安住さんがこういろいろその日のお話とかするじゃないですか、うん、そこに向かう途中で、4段くらいの階段があって、うん、あの階段の一番上からドドドドドドって踏み外して落ちちゃって、大丈夫ですかって言ったんですけど、大丈夫って言ってすくって立ち上がって自分の立ち位置に向かわれたんで、強い、さすがです。何があっても動じないってすごい。オンエア終わった後に、まあ、翌日の準備とか、まあ、反省会とかがあって、うん、帰りたいって思うんですけど、あえてこうジムの予約で、えらい、マジですか、健康に年を重ねたいっていうことで、うん、そういう目的でジムに行き始めました。えらい、パーソナルですか？パーソナル、あ、えらいですね。パーソナルじゃないと行かなくなっちゃうなって思って、あ、そのいつでも行けるっていうジムはそれはそれでいいと思うんですけど、私は今日は行かなくてもいいんじゃないってささやく悪魔がいるので。わかるー、とんでもない、4ヶ月でやめたい。だって話したじゃないですか、有酸素の前にトレーニングした方がいいのかなとか、やっぱ自分が大事だよねとか、すごい話してたんですけど、やめたんですか、あの自分。あら、ジム行った後に、まあ、ランチですね、うん、ランチは結構同期の田村と行ったりとか、うんうんうん、あ、そっか、ラビット終わりで、そうなんです。このオンエアの前とかはいつもなんか食べる？オンエア前は私あんまりお腹に入れたくなくて、うん、何も食べないですか、基本的には。何も食べないです。やっぱ食べてたの？バカみたいに食べてました。本当にそれこそなんかお弁当みたいのを買って、うん、コンビニで買って、買って、おにぎりとか用意されてるんですか？おにぎりプラスちょっと2個くらいかっぱらって、しっかりで食べるんだ、うん、ランチでしっかりやっと食べるって感じ。そうですね。オンエア後はすごいお腹空いてたらおにぎり食べたりして、うんうんうん、ランチ食べて、あ、お昼寝ですね。いや、寝ないと、食べちゃうともう一気に眠くなって、もう起きていられないんで、お昼寝をして、で、まあ、自由時間ゲームしたりとか、うん、ゲーム実況見たりとか。ゲーム実況、はい、私はトップ4が好きで。一瞬で目が合いました。トップ4、はい、あの4人で実況上げたりしてて、それぞれ好きなんですけど、レトルトさん、牛沢さん、ヒヨさん、ガッチマンさん、カノエコさんとか、私の中で、ね、ゲーム実況のイメージ強いんだけど、カノさんも見るときあります。カノさんのエーペックスとかすごい面白いんで、はい、味方を打ってたりするんで。全然ダメじゃないですか。どういうのを見るの？結構アクション、アクション系も見ますし、バイオハザードとかホラー系も好きですし、自分でうまくできないんで、上手い人も見て、あ、こうやるんだみたいな。ちょっと意外になった、うん、本当ですか、うん、いや、なんか意外ですよ。お花畑をこう走ってるような映画が好きなんだけど、そういう感じでゲーム実況見たりとか、うん、まあ、お風呂入ったり、自由時間過ごして夕飯食べて、夜8時ぐらいには寝るって感じですね。寝る、うん、
なんかもう寝られるようになりました。最初は寝られなくて、10時とか11時ぐらいに寝てて、10時11時に寝ると3時間ぐらいしか寝られないじゃないですか。辛いなって、早く寝るようになりました。ダメなんです、羊を1個使う数えた。いや、そう。数えたの。意味ない。何匹ぐらいまで行ったの？でも120。そんなに行った。だからその日はもう諦めました。夕飯は自分で作ったりするの？それともなんかウーバーとかしちゃう？作らなくなってしまいました。一人暮らし始めたての時は、よし今日は何々作ってみようとかパスタだみたいにやってたんですけど、どんどん作らなくなっていて、スーパーで買って帰ったりしたから。作りますか、リナさん？あれ作んないですか？作るイメージです。じゃあこれがお仕事の日、お仕事の日ですね。で、お休みの日は、お休みの日は、夜10時ぐらいに寝て、一回やっぱり起きるんですよ、オンエアの時間に。午前6時には絶対目覚めちゃう。マジっすか。9時ぐらいまで寝るよね。いや全然、正直言っちゃいますね。だからあえてアラームかけます。わかるわかる。一生に1時間かかってますけど。特に冬場はベッドから出るのに時間かかるんで、ベッドでこう携帯いじったりする時間ですよね。1時間あります。ぬくぬくタイム。ぬくぬくタイム。やっとこうベッドから出て、外の植物に水やりをして。何を育てて？夏は枝豆育てて。かわいい。あの今は観葉植物でモンステラっていう里芋科なんで、大きい葉っぱの観葉植物です。モンステラが家の中にいて、でベランダにあのゴールドクレストっていうちょっとクリスマスツリーっぽい黄緑色の木と、あとオリーブの木があるので、めちゃめちゃありますね。めちゃおしゃれだね。めちゃくちゃ緑だ。実家に結構祖母が育ててる植物があって、だから植物になんとなく囲まれて育ってきたんで、こう土いじりするとちょっと気持ちが落ち着くんですよ。それ終わったらまたゲームしたり、ゲーム実況見る。早いっすね。朝8時くらいはゲーム実況、ゲーム12時ぐらいまで。お昼食べて外出て、プラプラ周りを回って、夕飯の買い出しとかですね。また戻ってきたら自由時間です、ゲームとゲーム実況。自分でやったらどうですか、ゲーム実況。確かに。こんだけ見て休日はこんなもん。本当ですか。出かけたりしてません？人によりますよね。出る人もいるし、本当家でずっとゲームとかもいるし。みんなにさ、ひどかったから。カーテン開けないって。あ、カーテン開けない。あ、じゃあもう外に出てこう水やりとかはじゃあ絶対しないです。絶対しないですよ、あの感じ。逆に俺信じらんないみたいな目ですごい睨まれましたもん。太陽光浴びるな。浴びよう。浴びるわ。浴びましょうよ。そうだ。自由時間過ごしたら夕飯とお風呂ですね。休みの日は、まあ、半身浴とかしながら1時間以上使ったりします。そこの入ってる時は何してんの？ゲーム実況。ずっとじゃないですか。ずっとっすね。21時から10時はゲーム実況しながら寝落ちします。だからあれですよね、皆さんがこうネットフリックスとかで映画とかドラマを見るのと同じようにゲーム実況を次から次へと見るって感じ。これ自分の家にいるパターンなんだけど、私実家に帰ることも結構多くて、金曜日に仕事終わったら実家、埼玉なんで実家帰ってっていう時はもっとてかお出かけします。家族でこうショッピング行ったりとか。あー、いいっすね。安心してください。ずっと家にいるわけじゃないから。たっぷり見せてもらいました、はい、ありがとうございました、すみません。なんかすごいハードなスケジュールこなしてる中でも、ね、自分の趣味ちゃんと持って癒しの時間も保ててるから、なんか先輩として安心しました。後輩としても安心しました。これからもちょっとこうバランスを大切にしながら頑張っていきたいです。はい。ということで、宇賀神アナでした。ありがとう。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。